はい、皆さんこんにちは。涼しいというか寒いですね。今川沿いに来てます。もやっとしてる。現在8時回ったぐらいで、昨日の夜ここに来て星の写真を撮ってました。今ガスってますけども、そのうち天気は良くなると思います。で、今日はこのルーフトップテント、私制作しましたけども、この詳細をもう一度説明します。で、パーキングヒーターずっと起動しっぱなしです。ダクトがつながって横から出て上に来てると。なので昨日は快適でした。で、川沿いの方にはしごを設置しています。で、これね、少し前に取り付けしました。左側だけつけたんですけども、右側にもつけてはしご固定できるようにしてます。アルミフレームの長さ2000×1200 です。で、角、これもアルミ製です。これは30mm×30mm なので、全長でいうと 2060×1260 です。で、中の空間はセミダブルとおおよそ同じです。で、フレームには溝が切ってあると。これ溝の幅が 8mm で、専用のナットを使えば、このようなガジェットを追加することができると。で、ここについているのがロックキャッチね。で、上のフレームを畳んでこれでロックしておくと。で、これは違う車両のものです。三菱でいうとミニキャブ、鈴木でいうとエブリのフロントのシート、下の方を見れば分かりますけども、そこに使ってます。車両、駐車した時に後ろの方が若干高い方が寝やすいので、それを確認するために水準器、こことここね、2箇所だけついてます。若干ね、後ろに気泡があるので、後ろが高いと。アルミフレームの固定はどうなってるかですが、ここに置いてあるパネル、これハニカムパネルです。で、これ固定してないです。なので下から持ち上げることができる。これね、これで見えますか。アルミフレームは5本並べてある。で、端に正方形のものが2本あるので合計7本です。で、純正のルーフの取り付け穴に直接アルミフレームを固定していると。穴を開けてボルトでね、しっかりと閉まってます。もう絶対動きません。下のフレームと上のフレーム、ブラケットをつけてダンパーを固定している。で、上のフレームの総合的な重さが分かれば適正なダンパーを購入できるんですけども、計算ができなかったので結構強いものを使ってます。横にはワークライト、これ18W、ここにもあります。購入はもう4年前ですね。もう全然弾は切れません。で、前にライトバー、これは 288W あります。で、ブラケットは専用のものではないです。上ね、カットして3点で固定している。若干ね、湾曲している。これはフロントガラスに沿って固定できるようにこの形を選んでます。こうなってる。下のフレームと上のフレームつなげるために、これ鉄製のヒンジです。これを2つ使ってる。で、上のパネル、これは下と同じハニカムパネルで、確か厚さが 9.7 ミリでした。で、端に L 型のアングルね、これで押さえて固定をしていると。で、フレームのここね、同じように溝があるので専用のナットを使って、長さが合うボルトを使って固定しています。将来的には上ね、ソーラーパネル乗せたくてアルミのバーを4本だけ追加してる。
上のバー、幅が 20mm20mm の正方形です。まあ、これにも溝があります。で、若干ですけどもハニカムパネル、まあ、太陽光には弱いので真ん中ら辺で、ね、ちょっと歪んでます。ここにね、これ何だろうな、こういうグリップね、つけてます。で、パラコードです。まあ、簡単なものでテント生地を巻いてここでくるくるっと固定してると。はしごの話も少しだけします。まあ、黒いはしごは珍しいです。長さが1970だったと思います。まあ、2000はないです。で、上にガジェットをつけて固定、まあ、このように稼働します。で、上を引っ掛けたら少し持ち上げて、あとは鳴らして押さえつけると、これで OK で、テント生地の開口部よりも若干後ろに設置している。まあ、この理由はここね、ギリギリですけども、後ろのドア開けることができるからです。結構後ろですが、実際に入り込んでみるとここね、開いてる方が入り込みしやすいです。このままこう行くので、次は生地について話します。これは撥水処理されたナイロン生地です。カラーはグリーン系、まあ、太陽光によっては若干カーキに見える。で、裏、まあ、白いゴムの液体ね、まあ、これを薄く塗ってあります。なので内側は真っ白です。生地は結構厚いです。まあ、ナイロン生地なので固めですけども、まあ、テント生地で選ぶ際はこういう固めのものを選んだ方がいいです。で、撥水スプレーで処理できるもの、まあ、これもね、重要です。で、12m 購入しましたが1万円程度でした。安いのに生地がしっかりしてる、これ素晴らしいですね。で、ミシンを使って生地を縫うんですが、同じような色の糸を使ってます。で、端ね、結構ね、ほつれると思ったので二重に縫ってます。ここはね、結構しっかりと縫えてると思います。まあ、ほつれることはないでしょう。で、マジックテープ等もつけて貼り付けるようにしてやる。で、ファスナーは確かサイズが10です。まあ、結構硬いんでここまでね、強いものはいらないです。8とか6、まあ、そのようなね、小さいサイズでも多分十分です。ファスナーですが、表を、まあ、内側にしてます。で、1枚の生地を複雑に折り曲げて2つのファスナーを縫ってると。ファスナーは全て同じ方法で縫い付けてある。ここもそうです。で、外側と内側にそれぞれの生地がつながっていると。ここの生地は、まあ、このように倒して使ったり貼り付けて使ったりすることもある。まあ、下からね、あまり見られないようにするためのカバーとしても役割を果たしています。横にもついてる。で、内側ね、これメッシュです。メッシュの生地はラッセルメッシュ N646 です。結構厚いです。カラーは黒ですが他にもバリエーションがあります。メッシュを下げて、まあ、中にいるときはこのように使うと、まあ、ここもね、ギリギリです。で、メッシュの生地ね、結構細かい方がいいですね。中見えるんで、これでも結構見えます。正面にも同じメッシュがあると。中の空間はこうなってると。これはコールマンの
長方形の寝袋です。で下にマットを置いてます。厚さは1インチ、まあこのぐらい厚ければ私はね十分寝ることができます。で1本2本アルミのバーがあって、ライトをここにねつけてると。これ充電式です。カラーも変えられる。で外すこともできると。市販のルーフトップテント、いろんなものが売ってます。ですが、まあ、自分の車両に合うかどうかは全く分かりません。なので私はシェル型を設計して自分で製作しました。まあ、他にも前側ね、まあ、このように後ろと同じように上がるタワー型もありますが、まあ、この形がやはり好きですね。この形のいいところは、まあ、はしごを設置しない状態であれば車両の移動ができること。まあ、横にねパタッと倒して設置するものは、まあ、移動ができません。もう一回ね戻さないといけません。なので、まあ、こういうコンパクトなものの方が使い勝手はいいですね。エクストレイル、まあ、純正の車高だと結構ね低いんで、まあ、ここまでねリフトアップしていれば結構バランスはいいですよね。まあ、そう見えるのは私だけですかね。ルーフトップテント、まあ、購入となると結構ね金額はかかるんで難しいですよね。まあ、その自分の車両に合うかどうかが一番難しい。その見極めはできないですからね。まあ、サイズを測って、まあ、このぐらいかなっていう感じで、まあ、乗せたイメージを自分でねするしかないんですよ。まあ、自分で製作すれば長さと幅ね合わせることができると。まあ、横から見るとこう見えますけども、バランスいいですよね。まあ、私が描いた絵ね、まあ、車両とのバランスということで以下絵を描きましたけども、同じように、まあ、できたとは思います。テントの立ち上がりね結構高いですよね。まあ、このぐらい上がってる方が中にいた時に、まあ、空間が広いんで結構のびのびと過ごすことはできます。逆光で見えませんね。すべてを細かく、まあ、説明はできないので、まあ、気になることがあればコメントを残してください。制作の再生リスト、ここにね貼っとくので、まあ、よかったら見てください。今日はこれで終わりにします。では次の動画でお会いしましょう。それではさよなら、また会おう。